ゆかち、なんなのここ。さつきちゃん、私から離れちゃダメだよ。離れたらもう会えなくなっちゃう。へえ、そんなのやだよ。ゆかち、うちらずっと一緒でしょ。お待たせ、ゆかちゃん。ずいぶん長いしっこだったね。何してたの？お兄ちゃんはどこですか？どうも見失ってしまったようだ。行こう、ゆかちゃん。一緒にお兄ちゃんを探そう。だよ。私のスカートの中には常に各種のポテチが想定されてるのさ。おすすめは幸せのバター味。確
校超やばいんじゃないの？ちょっと力入れただけで崩れちゃいそうだよ。ここ相当ボロいっしょ。わかった。次へ行こうか。少し疲れたみたいだね。大丈夫？水でも飲むかい、ゆかちゃん。私もらうわ。よく飲む。やっと口聞いたね、あたしと。ポテチで塩分取りすぎるからちゃんと水も飲め。母さんがいつもうるさくてさ。お母さん、お前の家はいい両親か？さあね、放任主義イコール自由の提供って意味ならいい親なんじゃない？そうか。捨てとけって。男だろ。つうか自分から手を出して殻を受け取ろうとするくらいにジェントルしろね、ゆかち。出なかったでしミストさんはどうしてここを知ってるんですか？知りたいかい？このネハントコアの入れ物、新ブックオブシャドウズの持ち主だからさ。
まあ、まだ予定だけどね。よしき！お兄ちゃん！お兄さんの声か。急いだ方が良さそうだ。ふぃー、めっちゃ出た。ティッシュ持っててよかったよ。あれ？ちょ、やめてよ。ユカチどこ？お兄ちゃん！え？何？下行ったの？待って、ユカチ！ジェーンタール。ああ、顎が割れちまったか。首も曲がってるな。まだ中学生なのに、かわいそうだな。隠しといてやるよ。今のお前は醜すぎて見るに耐えない。汚ねえ顔だ。もうお休み。どんなに生意気で無駄に抵抗する人間でも、死んでただの物体となった瞬間、静かで可愛い存在となる。お前も可愛くなれるよ。苦しいよ。ユカ。お兄ちゃん。ミストさん。お兄ちゃんは死んだ。お兄ちゃんはね。残念ながら幸の呪いに勝てなかった。ほら、あそこを見なよ。それがお兄ちゃんだ。嘘、嘘だよ。そんなの嘘だよ。すまない、助けられなかった。最後まで君の名前を呼んでいたよ。嘘でも、お兄ちゃん大丈夫だって昨日ゆかに言ったもん。そうだよ。
ああ、ちなみに、さつきちゃんもいなくなったよ。俺がね、蹴り殺したんだ。ほら。階段から蹴り落としたらよ、顎がばっくり割れてさ、ヒューヒュー言ってたよ、あのあどけない中学生。これだ、これだよ、俺が求めてたのは。さすが全人称機関車、霊力のオーラが半端ねえな。どうしてこんなことするの。さあどうしてだろうな。ここに連れてきたのは、そうだな、お前には利用価値があるからだ。持ち出さとし、てめえの妹もらうぞ。あとはあゆみ、お前との共同作業を残すのみだ。